おはようございます。皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。以後海市領域へおぐんなまし。ということで本日はなんと2021年2月の14日日曜日でございます。そうですね、明日は特別スペシャルデー、1年一度のチャンスをダーリンですね。はい、まあ私、土曜も日曜も普通に、肉体労働しておりました。何にもございませんということでね、まあ、世間は、あ、それ世間はじゃねえよ、世間チョコレートがどうでもいいんだよ。あのなんだっけ、地震があったなってね、地震がかなりでかいのが、マジで知らなくて、いや土曜の夜に当たるのかな、夜11時ぐらいにかなりでかいの、震度6強だっけ、やばいよね。ねえ、今んとこあの死者数ゼロということで、それもすごいけど、まあみんな気をつけてね、まあ、やばい人はこの動画見てないと思うけど、うち関西なんで、あの正直全然気づかなかった。あのね、揺れたのは知ってんのよ、覚えてんの、寝てて、で俺ちょっと普段いろんなとこ行き来してるんだけど、その時はまああのクソ田舎の山ん中にいて、ほんでいろんなその動物がいるからさ、なんかガタガタ音すんのよ、なんか屋根裏とかにさ、タヌキかなんかわかんねえけど紛れ込んでっから、それガタガタガタって言ってなんか揺れたから、おい行さん動いとんなと思ってた、多分あれが地震だったんだね。そう、ほんでさ帰ってきたさ、向こうその情報を得る手段があんまりないから本当にわかんないね、そこ行ってる間は。で帰ってきて家に、ほんで、あ、くっつかれたと思って、また体バッキバキに疲れたから、ちょっと激しい肉体労働だったから疲れたと思って、ニュース見たらなんかとんでもねえことになってんなみたいな、そんな感じを、なんか浦島太郎から帰ってきた感じを、そこ行ってるとね毎回そうなんのよ俺。さっき帰ってきたんだよ本当に、まあさっきというか今日のお昼過ぎぐらいに帰ってきて、今ちょっとゆっくりしてんだけど、そんなことはどうでも、俺の話なんかどうでもいいんだよ。今何をやっているのかと言いますと、三国無双2というゲームをやっております。今回はこの孫権の、まあ、4武器、評判がいいのかあるにはよくわかんない、この声の高いおっさんに、まあ、4武器ぐらいは与えてあげようということで、4武器をゲットしに来ました。よろしくということでね、方法は至って簡単、こちらイージーファイトです。本日のイージーファイト場所は合宿新庄包囲戦、頭が回ってね、ちょっとお疲れちゃんですね、私お疲れちゃんかなで、合宿新庄包囲戦5軍シナリオ、方法は長考をしばき倒すという、あの爪の長いバルログおじさんをどつき回すことによって彼はさらに武器をゲットすることができるという、そういう話になっております。まあ、打倒シャドルということでね、まあ簡単に普通にやってたら多分ゲットした人も多いんじゃない、これはルール知らなくても、ルールというか入手方法知らなくても、カウンタイプだね、カウンタイプ、関所突破してたら勝手に、なんだこれ謎の技術、これに当たると、まあ、痛いですっていう、なんで端っこを通りましょうっていうの、ただそれだけの話を、それだけのことを今なんかカッコつけたムービーで表現したっていう、そんな感じ仕上がっております。つうことでね、まあこの動画もこれは何分だ、20分ぐらいか、そうだ、これもうね、もう終わるんだよこのシリーズ、このシリーズとか4武器に関してはね、だってこいつでしょ、この声の高いおじさんと芝居でしょ、ハハハハの芝居でしょ、ほんであのボソボソ喋る諸葛孔明さん、あ、来た来た来た、まあ、こいつしばき倒しましょうっていう話で、孔明さんやったらあと隠しキャラ2人で終わりだから、まあ問題はこの動画が毎度のことでいつ上がってるかっていう、あそこの一抹の不安はあるけども、まあ、もう終わるのよね。ということで今回は孫権の話、
その前この合皮新城の話しましょうか。そうそう、ここ何なんだと。合皮新城包囲戦、それは何なんだ。何を包囲して何を包囲されたのか、我々人類はそれを確かめる必要があるということでね。これは何かっていうと、この合皮って、合皮の戦いってあったじゃないですか。あの、カンネーとか頑張ったやつ。なんだこいつ。しかし、まだ私の手の内を。よう笑うな。入れよ入れよ、かっこいい。よく聞こえたな、そっから。入れよがよく響いたんだな。園内スピーカーか。あ、まあ、んなことはどうでもいい。合皮ってあったじゃないですか。で、あの合皮っていうのは、そこでも言った通り非常にこのギが5を攻める上での重要な拠点になってるわけよ。だから5としては合皮を落とさせたいわけよ。合皮がピンピンしてたらもう5は不安でしょうがないから、もういつやられるか分かんないからね。そういう場所なのよ。でギはこの、まあ、合皮にも合皮があってその城が建ってたんだけど、ギの人はちょっとこの城立地良くないっすよねみたいな、作り良くないっすよねってことで、さらに盤石なものにするためにこう作り直したのがこの合皮新城だから。でちょうどこの頃はあの蜀がね、あの北伐ってあったじゃないですか。外帝の戦いの時に説明した、まあ、義に侵攻するためにこう北伐をしてる最中だったから、そこに乗じて呉もよし義を懲らしめてやろうってことでこの合皮新城に攻め込んだのよっていうお話なの。確かそんな感じだった気がする。で孫権はまあ自ら軍を率いてね行くんだけど、あっさり伏兵にねやられて撃退しちゃうのよ。あらまあということで、ってことで、あ、これダメだと、これはもっと盤石にこうこっちも攻めていかないといけないということで、あ、な、倒したバルログが。これを長々と喋ってる間によ、簡単にやられちゃうじゃん。こうマッチングということで、これ多分出てくるでしょ、武器がパラリラリンと。この後よ、このログがね長いんだよ、このチンタラチンタラ。いちいち喋り出してくるでしょこいつらが。で士気の変動が一通り終わらないといけない。おい、ジョコビッチをと邪魔してくんな。危ないぞお前、斧を振り、あ、これこれこれ、よしよしよし、またこれを取りゃいいということで。で、なんだっけ、あ、そう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 、だからこれやべえと、ちゃんと攻めないといけないということで、東西の方向から攻めていったのはこの合皮新城包囲戦なの今、そういう話なのよ。で、これと同時に、ちなみにこれはあの諸区の諸葛孔明ともなんか打ち合わせはしてたみたい、頼んますてと。立ち合いは強めで、あとは流れでお願いしますと、まあ、そんな感じになったんだね。で近隣のね、あの義軍とかも引きつけるために、で他のなんか他の州の方とかを同時に攻めてみたい、本当に包囲してたんだって、合皮新城。そんな感じ、まあ、結構攻められちゃうんだよね。義の満潮ちゃんとかはもう困っちゃったんで、これやべえぞと思って、これもうちょっと下がろうぜと、下がっちゃおうぜっていうことを言うんだけど、いやいやでもあかんと、そんな認めないということを上に言われるわけよ、まあ、なぜならもうここ落とされたらかなりまずいから、敵の拠点になっちゃったらかなりまずいから、ね、この合皮が。ってことで、まあ、諸葛亮孔明の北伐に戦い、そう、北伐で戦って芝居に援軍を送ったりとかしながらも、もうここのこの孫権の侵攻を阻止したわけよ。うまく頑張って家計とか使ったんだったっけな。ほんでまあ結果的にその義の奇襲もあり、疫病とかも流行ってたのかな。さらにトップが直接この合皮新城に来るとかいう情報も入ってきたから、もう孫権は仕方なしに撤退したと、まあ、やられちゃったという話なんだね。だから結局孫権は勝ててないんだよここでは、そういう話になってる、そういう仕上がりになってるんだよ。ってことでね、孫権の話もちょっとしたいんだけど、まあ、孫権はね、まああれよ、あのパパ犬の
息子で孫作が早くに死んだから、まあ、若いうちに、まあ、5のトップになって、まあ、結構頑張ったんだけど、問題になるのはね、晩年よ、後継者争い。これは結構有名な話なんだけど、まあ、当然側室とか女がいっぱいいたわけよ、トップだから当たり前だけど。で結構ね、こう酒癖も悪くて、酒飲んで女抱いて子供作ってっていうのを繰り返してたんだけど、まあ、そこでこの、まあ、ある一人の子供、まあ、ある母親から生まれた子供とある母親から生まれた子供みたいな、この二人がまあ後継者争いみたいになるんだね、なるんだけど、まあ、それは実は建前というか、そこからどんどん発生していって、そのどっちの後継者派になるかっていうところで、この偉い高官とか武将とかたちの戦いになってくるわけよ。まあ、俺はあっちの人派だから、いや私はあっちの人派だからって言って、どんどんもう後継者争いがスケールの話がどん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 大きくなっていくんだね。もう孫権はもうしんどくなっちゃったわけよ。もともとこいつはその若いうちからさ、いろんなもう武将たちに支えられてきたわけだからさ、まあ、あんまこうガーとも言えなかったんじゃない正直。これで敵の戦力も出尽くした。後継者争いという皮をかぶったもう高官同士のその何、自分の地位と名誉をかけた大きな争いがその後の中で起こっちゃうわけよ。ほんでどうなったかっていうと、孫権はもう嫌になっちゃって別の女に逃げたんだよ。別の女に逃げて、その別の女との間に作った子供を後継者にしたわけよ。これその最初後継者争いとなっていた2人の自分の子供はどうしたかっていうと、片方は左遷させて、確か片方は殺したんだよ。かなりやばいでしょ、結構やばいことしてんだよこいつ。そういう人なんです、そういう時代なんです。回るよ回る時代は回るそんな話なんだね、悲しいことに。まあ、ちょっと後味が悪くなったら嫌なんで、まあ、せっかくなんで今日バレンタインなんでね、この動画この動画の頃にはもうバレンタインのこと忘れてるかもしれないけど、今日バレンタインなんで、バレンタインの話をしましょう。皆さんどうですか、バレンタインはチョコレートをもらったりあげたりしたかな。なんかバレンタインのさ、この日が来るとさ、よくまあこうネットとかで言われるのが、これお菓子業界の陰謀だなんだとか言って、子供の時とかね、学生の時とかはちょっとこう青春の1ページなんかあるかもしれないけどさ、社会人になってからはなんか義理とかで渡さなきゃいけない、めんどくさいイベントだよみたいな、切らねばならぬとはな。女性陣はチョコとか用意しちゃって配っちゃってさ、でもらった方ももらった方でやっぱもらっちゃってからお返し考えないといけないなみたいな、いらねえんじゃねえのこんな風習、なくそうぜみたいな、そういう声があるのよ。いいじゃないのって、1年に1回ぐらいっていいじゃないの、そう、いい機会だと思うんだよ俺はね。結構バレンタイン推奨派、この辺ではあんまりない、バレンタイン推奨派の一人なんだよ。これを言うとちょっと村八分にあるかもしれないけど、なんかね、単純に好きなんだよ、あのなんかお祭り雰囲気になるじゃん。まあ、今年はさ、コロナがあるからさ、そうでもない、クリスマスとかもさ、こうちょっと外歩いたりするとさ、まあカップルがいたりとか、まあ、家族で出かけたりとか、クリスマスのイルミネーションがなってるところでね、そのなんか商品探してたりとか、まあ一人でサラリーマンとか、確か、まあ、妻とかね、子供に買って帰るのか分かんないけど、おもちゃコーナーにいたりとかさ、そういう光景が散見されるじゃん。バレンタインも一緒じゃん、ああいうの見るの好きなんだよね俺いや本当ね、いいんだよ、なんか ああいうのにね、この混沌とした世の中にああいうのがね、ちょっと心の癒しになるんだよ。で見るの好きなの、そういう雰囲気がいいじゃん、あったかくて。でパパが仕事から帰ってきたらさ、お帰りなさいって奥さんが出てきてさ、で子供2人もパパ帰りタタタタって来るわけじゃん。チョコレート作ったよって、あったかいわけよ。普段はちょっと忙しくてね、子供の面倒見れない、子供の方を見る時間が少ないパパも、その時はよしと、交流があるわけよ。交流を作る一つの機会としていいんじゃないの？俺はそう考えてる。
そういう俺は黙々と肉体労働してたけど、今日はいいじゃないの。だから俺が言いたいのはね、愛だよ、愛、愛が一番いるんだって。こういう社会だからこそ愛がないんだよ、世の中本当に。だからインターネットでも誹謗中傷が横行するんだよ。もっと愛を持って、愛を与え、愛を享受する。本当俺ないと思う、やっぱ愛を持ってる人ってね、余裕があるもん。これは真理だと思うよ俺、そう思ってる。まあ、愛を持つどうのこうの言ってるこの人間が天下統一のために人を殺しまくってるゲームをやってるのもいかがなものかと思うけど、でもやっぱ愛だよ、彼らにも愛はあったはず。だからいっぱい女作って、まあ、後継者争いが起こったっていう事実もあるんだけど、そういうことを言いたかった。だからみんなそのさ、利用しようよっていう話を、そう利用しようっていう。確かに一人で寂しい人もいるかもしれない。で職場とかで気を使ってね、チョコレートの用意とかお返しの用意しなくちゃいけないかもしれない。確かにしんどいよ。でもそこでこそ生まれる交流もあるわけよ。だから別にさ、渡さなくていいんじゃないと思う、その付き合いで。それをなくせばいいと思う。バレンタインをなくす必要ないと思うんだよ。付き合いのそのなんか、はい課長部長はいとか、同じ部署の人にはいとか、それをなくそうよ。渡したい人に渡せばいいんじゃないかなって思う。前友チョコとかあったじゃん、友チョコ。今ないのかな。俺学生の時なんかあったぞ、男同士で渡したりとかさ、そういう流れがあったじゃん。だからそういうのでいいじゃん別に。だから男もさ、もらえないなって言うんだったらさ、好きな女に渡したらいいと思うんだよ俺は。うん、好きな女とかいいなってなってる女の人に自分から渡したらいいと思うぞ、男から女に。そうやってアプローチかけたり、こう交流を仕掛けるいい機会だと思うんだよ。いきなり何もない日に急にプレゼント渡したらさ、なんだこいつってなるかもしれないけど、バレンタインっていう日だったらまあ自然じゃん。そういう風にしていった方がいいじゃん。そう、ほんで誕生日とかさ、なんで知ってんのとかなるかもしれないしさ、まあ現に知らないことが多いじゃん、好きな人の誕生日とかって。だからバレンタインにチョコレート渡したりしていいんじゃない、男から女に。それ楽しんでいこうよっていう話を。そう考えたらちょっとワクワクしてくるでしょ、交流が図れる日は。学生時代にいいなって思ってることを席替えで隣になった時のように、ああいう高揚感が湧いてくるんだよ、バレンタインに対して。なあ、バレンタイン監督っていた名前、あれロッテだったっけ。あいつよくね、なんかタンを吐くんだよ、タンとか唾をさ、ペッペペッペダグアウトで。あいつ何なんだよと思ったんだよね。なんかベースぶんだけで怒ってたよね昔。あったなそんなことも。というかさ、副将さんよりってメッセンジャー黒田と付き合ってたけど、あれどうなったの。バレンタインで思い出したけど、なんか付き合ってたよね前確か。あ、メッセンジャー黒田知ってますか。あの耳をネズミに食われたあのおっさんがいるんですけど、ドラえもんと黒田だけだぞ耳をネズミに食われたのは、この世で。それ伝説の称号を持ってる男がいるんだけど、別れたのかな、なんか全然聞かないよね。結構前になんかあったよね。お、あー無視しちゃったごめん芝居くん、唯一のアピールポイントごめんよ。これまでか。まあな、バレンタインな、まあ今年はでもちょっと難しいよな、なかなか買いに行きにくいもんな、緊急事態宣言も出てるし。まあでもそうだよ、あ日曜日だからどうなんだろう、日曜日って渡しづらいのかな、学生さんとかちょっと渡しづらいかもね。学校で平日だったら渡せるけど、そうだよね、なんか男の子の家とかピンポンするのも恥ずかしかったりするもんな。でもなんかあったよね、郵便ポストに入ってたりとか、なんか思い出してきた昔。そうか、そんなそういうのもあった、そういうのもいいよね。なんか最近ね、なんかそういうなんか周りの笑顔を見るのがね好きになってきたんだよ。周りの笑顔で元気になるおじさんになってきちゃった。わかるよ、俺自身が笑顔にならなきゃいけないということは12億分に分かってんだけど、なんどんどん死んでいくな。人がせっかくピースフルな話をしてるのに、なんで周りはどんどん死んでいくわけ。
ダメだよそんなことしちゃ。仲良くしようよ。そのバン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 ね、切っちゃダメ。そう、切っちゃダメといえば、まあ、これは次にしようか。もうなんか終わりそうだしこいつ死にそうだし、三角と四角を押し続ける攻撃で強えなこれ。タイマン負ける気しないぞ。はい、まあ、高難易度ステージだけど割とじゃない、割と楽な方だよね。合皮心情はなんか一気に全体がこうぶつからないじゃん、特に五軍シナリオって両サイドからコマゴマ行くから全体が一気にバトルにならないから割と楽。これだよこれ、強えな、結構強くない、無双ゲージがだからいらないっていう。まあそんな感じかな。ということで皆さん、あの安全第一でお願いします。5体満足が一番よ。怪我しちゃったり死んじゃったりしたらどうしようもないからね。またね。